この動画は現代魔女による魔術によって幸せになりたい人のための動画です黒猫魔術展の魔女の三つ猫です。今日はタロットカードをご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはこちらです。 ファボールタロットというタロットになります。ちょっと使い込みすぎて私の箱はボロボロなんですけれども、このファボールタロットも長年も結構使い込んでいます。うん。確か販売、発売が2003年とかそのくらい古いものだったと思うんですけど、あの、こう見ての通り絵柄がとってもゴシックで素敵なんですよね。 そこに惹かれてもう長年このタロットを使っていますただしちょっと初心者向けではないかもしれないのでそこら辺もちょっとご紹介できたらなというところではい紹介していきたいと思いますでまずはですねこのファボールタロットなんですけれどもあのスペインのイラストレーターであるヴィクトリア・フランシスさんが描いたあの絵を描いたタロットになります で、うんとにうん、やっぱり2003年にファボールタロットができ,たできてで小アルカナを含めた78枚で構成されているんですけれどもちょっと見ていきたいと思います。これ今持ってるのは大アルカナですね。大アルカナもあんまりライダーウェイト版に忠実ではないというかですね幻想的な感じです。 これとかジャッジメントのカードなんですけど全然天使がラッパーを吹いたりとかしてないし多分魔女らしき人物がこう火ぶりにされていて黒猫も映っているみたいな形ですよねこの方も魔女かもしれませんであとはマジシャンのカードもなんか従来のやっぱりライダーウェイトスミス版とちょっとやっぱり違う感じの うん、マジシャンかなって思いますでえっ、ー、とこれは「運命の輪」のカードですねうんあのー、これは魔女のサバトを表す太陽十字でできているあの運命の輪をモチーフにしていますねこれもいいでハングドマンとかももう吊るされて落ちてるみたいな <laughs> 形ですねマリオネット ななのかもしれないんです,けど、はい、すごくこう芸術的というかですねうんそんな感じのカードですねあとはヴァンパイアらしきハイエロファントがいたりとかあとはあ私このカードの女性すごく好きなんですけどちょっとゴシックテイストなジャスティスとか あとはなんかとっても幻想的で幻想的なハーミットオオカミもいるハーミットとかあとはこ,れこのカードも好きなんですけどテンパランスが幽霊だったりとか足がね透けてるんですけど幽霊だったりとかであとは情熱的なラバーズとかこのカードもすごく素敵だなって思います。 で、フールが、フールはピエロっていうね。子供だしね。うん。そこら辺はちゃんと、あのー、こう考えると確かにみたいなところが多かったりする。この太陽のカードも、夜明け前なのか、もう間もなく夜になるのかみたいな太陽のカード。で、今落ちちゃったんですけど、デビルが、 イケメンっていう。うん。そりゃ心奪われるわっていう感じのデビル。で、ストレンクスがちょっとバンパイアっていう。うん。でもこの子絶対普通にしてたら可愛い美人さんだと思います。で、ですがすごく幻想的なですですね。うん。ちょっと沼に沈みそうな感じのです。 あと、このカードも好きですね。スターのカードなんですけど。うん。ちょっと、やっぱりヴァンパイアなのか、羽からすると妖精なのかっていう感じなんですけど、すごく幻想的です敵ですね。はい。で、エンプレス。うん、まさにって感じですね。まさに。で、えー、ワールドのカード。ワールドのカードは、なんか道が、 あるけどこの道の脇にいる石像さんたちがちょっと動き出しそうな気配が <laughs> あってそれもまたいいチャリオットですねはいでムーンこのムーンも素敵ですね象徴物がちゃんと描かれていて素敵ですでタワーロンドン島かしら幽霊がいますがうんタワーの カードです、はい、でハイプリエステスが魔女という形ですね。うん、はい来ましたエン,エンペラーエンペラーもやっぱりイケメンですね。はい、という感じの大アルかなとってもこう幻想的なカードで芸術的なちょっとゴシックでヴァンパイアでダークな感じのテイストのカードになってます。 うん、これが好きでよく本当に使ってましたねただ本当にライダーウェイト・スミス版と全然違うのでまだ意味を完全に覚えきってない人にとってはすごく読み解きづらいかなっていうカードになります全部うん意味を分かって、うん、記憶していてでなおかつこうなんかインスピレーションを得たくてこういった ちょっと一味違ったカードを使用するっていうのはとてもいいと思います。でもう一つこのデッキには特徴があって、あの四つのスートなんですけれども、普通はえっ、ー、とワンド、カップ、でソード、ペンタクルっていうのがあると思うんですが、このデッキだとクロス、バラ、蝶々で仮面 っていう4つのスートに分かれています。クロスがワンドでえっ、ー、とバラがカップでバタフライ蝶々が風で、えっ、ー、と仮面が土という感じ。あ風って言っちゃった。ソードでペンタクルという形になります。はいで見ての通りですね。もう数札は数札なんですよね？ はいあの、マルセイユ版みたいな感じでもう数札です。絵柄が描いておりませんのでやっぱりこれエースのカードですけどやっぱりあのー、意味を覚えてない人にとってはすごく読み解きづらいなっていう形ですね。でエースのカードとかを逆位置になったらまあ確かに逆だなってわかるんですけどこう絵柄じゃないのでこう。 逆で出てくるとですねちょっと分かりづらいですよねうんそういうところもちょっとあったりしますねうんで今このバラは逆位置になってますがこれは正位置逆位置正位置エースのカードとても素敵ですよねっていう感じで全部分かんない 2番のカードとか多分この数字を見ないと分かんない感じこれ多分正位置かなあ違う逆1かこれが正位置なんだなうんはいこの初体の初体のこれを見ないとちょっと分かりづらいっていうのがちょっと難点だったりしますねはいもうバタフライもこんな感じですね 全部数札です。エースのカードもかわいい感じでこんな感じですね。で仮面も仮面はこれが正位一ですね。これが正位一。仮面武道会とかによく使うあの仮面の感じですね多分。うん。はい。 こんなな展開になっています、うん。だから若干違うのでちょっと読みづらさはあるかもしれないですでももう本当に私がこのデッキ好きだっていうのはこの、まあ、数札の「あのまあ、小あるかな」の部分なんですけど「小あるかな」に含まれているコートカード16枚がめちゃくちゃイケメンなんですよ。こっちから行こうか。よいしょ。 もうキングとかクイーンとかですよあのコートカードというのがこのあのー、まずワンドのワンドクロスのキング様めちゃくちゃイケメン白目だけどイケメンっていうのがめっちゃいいしもうクイーン様ももう美女美女だしなんか多分あの若い人若いなんかナイトの方もね多分イケメンだし もう美女だし、みたいな感じで。これがすごくいいんですよ。もうど、どれを見てもすごくいいんです。まあ、バラの、あの、キングは、お顔隠しているので、なんとも言えないんですけども、もう、クイーンなんかもう可愛いし、ね、もうこれとか美女だし、絶対っていう。ね、この方も絶対イケメンだし、みたいな感じの。 イケメンしか言ってないかもしれないどうしよう私が一番好きなのがこのこのお方ですねはいバタフライのキング氏はすごくイケメンですでこのんとクイーン様もあの表紙になっているクイーン様ですねこちらうんでこんな感じですね天使様が出てきたりとかこういうなんかちょっとゴシックな あの子供が出てきたりとか、はい、でこのこのキングも素敵ですねこのキングも素敵うんこの女王様も素敵だしこう仮面かぶってる怪しさピエロちゃんがいたりとかすごく素敵なこのコートカードがまた素敵なんですよねはいそういうあのデッキですで大きさ的にはなんかこう まあ、通常のタロットカードサイズと変わらないですねこ,うこっちが 110cm の、まあ、60cm みたいな形です、うん、ちょっとスリムなのかなちょっとちょっとスリムかもしれないけどだいたい同じ形ですで紙質もえっ、ー、と紙みたいにペラペラっていう形ではなくてちゃんと こんな感じで厚みがあるカードのじょ状態になってます。で、裏側はこんな感じで、そうそう、裏側はちょっとシャッフルした時に正逆が分かっちゃうっていうのもちょっとあれだったりするんですけどね。うん。はい。はい、こんな形です。はい。という感じの ファボールタロットなんですが、えっとか、お買い上げされた時は多分こういう箱に入ってて、箱の中に説明書が入ってない <laughs>。私のちょっとどこ、説明書どっかにやっちゃったんですけど、こういう、まあ、カード、予備のカードなのかわかんないんですけど、 こういうのと一緒に一冊説明書が入っていて、その説明書には、まあ、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語くらいだけかなの、あのー、タロットの解説書的なものが入ってます。まあ、解説書っていうか一枚一枚の意味を書いた、書いてあったかなっていう形でした。で、その解説書を私は見て、その、このスートが、 あの、クロスがワンドに対応してるとか、そういうのを知りましたね。うん。はい。なので、もし、このタロットデッキを使いたいとか、もし、逆に使ってる、もうすでに使ってるよっていう方がね、おられましたらですね、ぜひ、あの、うん、こう、良さをですね、普及していきたいなと思います。はい。なんか私的には、 私的にはこのタロットはもう結構何の悩みでも対応できるなっていう形でしたかね。うん。なんかその人の深層心理の奥とかそういったのを、あの、うんと、読み解くのはすごくやりやすいかなって思いました。その神話的なモチーフ、例えば魔女とか黒猫とか火炙りとか、うん、そういうのが、 入ってきたたりしたのであとは蝶々とかバラとかですねそういうなんかもう象徴物っていうのがあるもう頭の中に私の場合は入ってるのでその意味から従って読み解いていくとかなり深層心理は深く読みやすくなるなって思いました。うん、でもなんか まあ、タロットとして使わなくてもなんかこう飾って額に入れて飾っておきたいような本当にビジュアルが素晴らしいカードだと思います。はい皆さんこれもし気に入ったら是非はいあのどこかで出会ったら是非チェックしてみてください。ということで今日は。 黒猫魔術伝の魔女三つ猫がファボールタロットのご紹介をいたしました。このチャンネルが面白いなと思った方はぜひチャンネル登録、そして見えにくくはなっているんですけれども、高評価ボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは、またねー。